皆さんこんにちは、ナイトです。ということでですね、今回のこの動画は iPhone X のカメラだけを使って作っております。どうでしょうかね。まずインカメで撮って、で外カメはね、昨日使った感じだとかなり良くなってた。インカメはね、そこまで変化は感じないですね。やっぱザラつきがね、部屋の中だとあると思います。ただこれが外に持ってったらどうなるのか、ちょっとね、このカメラを使って一本動画をつけたいと思います。それでは外に行ってきたいと思います。行きましょう。ということで、ただいま僕のパワースポット大好きなね、スカイツリーにお散歩に来ておりますね。何かあるとね、いつもスカイツリーに行くんですよね。なんかスカイツリーを見ると、気分を要するっていうか、だから僕のパワースポットとしてね、いつもスカイツリーをね上げてるんですけど、今インカメで映すところなんです。いいですね、この真正面から見える道が好きで、俺いつもね、ちょっと遠いんだけど一駅分歩いていくんですよね。一駅前で下車してで今日は天気もいいしね、いや最高のスカイツリー日和ですね。ということで、今インカメなんですけど、最後やっぱ手ブレ補正がね、外のカメラすごかったんで、ちょっと最後ダッシュしたいと思います。それでね、どれくらいの、手ブレ補正が効いてるのか、これね結構すごかったんで期待できると思います。それではダッシュします。じゃあそれではちょっと走りたいと思います。よいしょ。さあどうでしょうか。今手だけで持ってます。よいしょ。さあということで、いかがでしたでしょうか。ちょっと家に帰ってこれもチェックしてみたいと思います。さあということで戻ってきました。ヒゲがちょっともうね生えちゃってるけど、どうでしたでしょうか。僕的にはね、外のカメラがめちゃめちゃいいなっていう感想ですね。走って撮ることってあんまりないと思うんで、もう普通に歩いて撮る感じだったら全然問題ないですね。でインカメラはこれ確か、自動手ブレ補正がついてるんだよね。ただやっぱりね、自撮りカメラで歩きながらはちょっと厳しい感じがしましたね。皆さんはどう感じたでしょうか。ということで、ぜひ楽しんでくれたらグッドボタン、そしてチャンネル登録の方お願いします。また近々次はカメラ、これを持ってね仙台に行くんで、仙台のねいろんな名所をこのカメラで撮影したらどれぐらい一眼レフにかなうのか、それやってみたいと思います。それではまたね、バイバイ。